2014ミス酒の森田舞です。本日はパリにありますユネスコ本部に訪問させていただいております。私を迎えてくださったのはユネスコ日本政府代表部大使であり酒侍でもあられる文字大使です。本日はインタビューを伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まず最初にようこそユネスコ本部にいらっしゃいました。ありがとうございます。ユネスコは日本ではだいぶ有名になってます。特に最近は去年から富士山、和食、富岡製糸場と世界遺産、無形文化遺産が非常に知られておりますけれども、実はユネスコはそれ以外に文化のほかに教育から科学からコミュニケーションといった幅広い分野を扱っています。でそもそもユネスコはですね、1945年の11月にこのユネスコ憲章ができたんですが、そこの最初の文章が戦争は人の心の中に生まれるものであるから人の心の中に平和の砦を築かなければならない、科学、文化、教育といったところでの協力を深めることによって平和を目指すと、あくまでも平和のための機関と言ってきました。で私自身は昔から日本酒を海外に普及してきておりますけれども、2008年に、酒侍のこの称号をいただきました。そして去年の秋にユネスコに来ましたから、すぐに和食が無形文化遺産になりました。そして和食に一番合うのは日本酒です、でやっぱり和食が無形文化遺産ということで、日本の人たち関係の人も食の関係の人もそうでない人も随分力づけてもらいました。でこれを機会にさらに日本酒を世界に広めるべく頑張ってまいりたいと思っております。そうですね、今ご覧になっている皆様にメッセージがございましたらよろしくお願いいたします。私はもう25年ほど日本酒の普及に努めてきておりますけれども、海外では本当に驚くほど人気が高い、特に最近は輸出も伸びておりますし、素晴らしい日本酒をみんな味わっていますが、まだまだ国内では知られていないのではないかと思います。飲まず嫌いが多いと。しかし日本酒は和食とともに世界の人が本当に感嘆する素晴らしい飲み物です。日本の方もぜひ飲んでいただきたいと思いますし、特に日本酒に携わっている方々はこれまで以上に頑張って、共に日本の国酒、国の酒である日本酒を世界に広めていくことができればと思っています。一緒に頑張ってまいりましょう。ありがとうございます。貴重なお時間ありがとうございました。どうも。